ごきげんようじ、おはようじ、どうも近藤ようじです。今日はですね、4月の購入品を紹介したいと思います。コスメとかもあるので紹介しながら進めていきたいと思います。よかったら最後まで見てやってください。まず一つ目はこちらです。素顔のスノーホイップクリームです。SPF23 の BA++++ の化粧下地なんですけど、まるで生まれつきのピュアな色白肌にっていう書いてる下地なんですけどね。僕青が好きなんで可愛いなと思って普通にパケ買いしました。素顔さんのものって結構基本的にムース感があるものが多いんですけど、これもそんな感じで、これはまあムースというよりはホイップクリームみたいに、わかるかな、全然ちょっと伝わりづらいと思うんですけど、ホイップクリームみたい、もう本当にザホイップクリームって感じの質感なんですけど、これをじゃあちょっと一回こっちの手に塗りますね。で、俺これ一回使ってみて思ったのが、やっぱなんか少量をしっかりと伸ばした方がいいなと。こういう毛穴を埋めてくれる系のベースってたくさん塗りすぎると後からのファンデーションがすごくなんかポロポロするというかよれちゃうんで、しっかり伸ばすのが大事ですね。匂いもね、ちょっとなんかミルク感のあるウユクリームっぽい香りですね。こっちに塗りました。わかるかな、わかるね、こっちに塗りました。ちょっと気持ち白くなってるの分かるかな。で、しかもちょっとサラサラしてて、しっかり毛穴を隠してくれるイメージです。これを塗るだけで本当にパッと白肌になれるということで、やっぱ夏は焼けるからね、こういう白肌系のやつを買いたいなと思って買いました。で、次はですね、こちらホワイトコンクボディシャンプー C2。 これは2本目なんですけど、僕が見るところアットコスメボディーソープ部門第1位、ここ本当に見るので第1位って書いてたらやっぱ買っちゃうよね。限定にも弱いしな、限定1位 70% オフに弱いです。半額にも弱いな。でも 10% オフとか 20% オフって言われると俺そんなにときめかないんだけど、 50% からはやっぱときめく。で、これは1000円ですね。これはですね、まあ、古い角質を落としながら洗い上げ、透明感のある素肌にって書いてるんで、ホワイトコンクって書いてるけど、白くなるわけじゃなくて、古い角質を落としてくれて、美しいボディを保つためのボディーソープですね。まあでも、なんで2本目買ったかというと、わかんないんですけど、で、1位って書いてるから、まあ、使い続けてると多分古い角質を落としてくれてるんだろうなっていう感じがするので、で、続きましてもお風呂関係なんですけど、こちら。キュアのスペシャルパウダーソープです。これは酵素泥洗顔パウダーソープって書いてるんですけど、35包み入りで1600円です。で、これはね、使ったことないんですよ俺。なんか酵素洗顔って別のやつを、水彩のやつを使ってて、で、それがちょうどなくなったんで、なんかもう一個、なんかこっちもおすすめみたいなことをなんかで見たから、こっちも買ってみようと思って買ってみました。で、昨日の夜使おうと思ってたんだけど、てっきりぽっきり忘れてたので、感想は何もないです。これ泡立てて皮の上にまんべんなく乗せて3分パックするんだって。毛穴の黒ずみつまみざらつきすっきり。俺このね、毛穴の黒ずみすっきりみたいなやつにすっごい弱いんですよね。水彩のやつ使ってる時はすごく毛穴がちょっとあやべえな、今日ざらついてんなって日とかに使う。それもすごい良かったので、こっちもどんなもんかなと思って買ってみました。 Twitter か Instagram でこれ良かったよって言いますね、使ってみて。次はこちら、メグリズムの蒸気でグッドナイトです。なんかね、やっぱりね、年取ったのかな、なんかこういうのをめっちゃ気持ちよく感じるんだよね最近。昔はさ、なんか、まあ、あったかーいみたいな感じじゃん。今もう、あったけーみたいな、なるんですよね。なんか自分ほんと年取ったなって思います。なんかこういうやっぱりなんか蒸気みたいな、最高って思っちゃう。で、これは寝る前に貼るんですけど、ほんとこれ、なんか俺ラベンダーの香りもすごい好きだし、これを使うとすごく気持ちよく寝れます。ここに貼ってあったかくなるんですけど、暑いわけじゃないんだよね、ちょうどいい。日常でふとした時に使えるんで、すごくいいです。体に春系ハマってる。そういうお年頃なんですよね。はい、ということで買いました。で、最後がこれですね、デジャビュのぬるつけまつげロングネイビーブラックです。だからこれニューって書いてたから、買ったんですけど、4月の最初の方に買ったので結構時間経ってるんですけど、まだ一回も使ってない。マスカラは使ったことがあんまりないんですけど、使ってみようと思って買いました。おかんもこれデジャビュ使ってて、デジャビュすごいいいから使ってみなって言われたので。ということで早速使ってみたいと思います。わ、すげえ。めっちゃ青。ネイビーブラックというよりはこれネイビーじゃない？ずー
で塗っていきます。あ、でも今髪色がちょっと赤だからネイビーブラックってどうなんだろうと思うんですけど、黒髪の時とかはいいかもね。塗ります。こんな感じで、すごい青ってわけではなくて自然なネイビーブラックなので結構ナチュラルに伸ばしてくれます。結構長くなったんじゃないですか。塗ってる感あんまないんだけど、しっかりと伸びてくれる感じですね。で下も塗っていきます。こっちが塗った方です。じゃあ両方塗っていきます。はい、両方塗れました。すごい自然な感じですね。でもネイビーブラックってちょっと白目を白く見せてくれるのかなって感じで、僕的にはすごいキョロキョロしてる。これ見て、キョロ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 。はい、こんな感じで塗ってみたんですけど、メンズのマネージャーさん曰く自まつげ感があると言ってます。僕たち普段メイクしないんで分かんないですと言ってたんですけど、男子から見たら、自まつに見える。下の女子から見たら分かんないですけど、でもすごい自然にスッて伸びてくれるので、女子の方はこれ塗っても多分男子にはマスカラって気づかれないぐらいらしいです。自然に伸びてくれてダマも全然なんないので、ちょっと気に入ったので今後ちょっと使おうかなと思います。マスカラ塗る時のさ、顔ってみんなこうなる。なんか俺これこうなるんだけどこんな感じで4月の購入品です。すごいこの顔、でもそう、俺さ、なんかカッパ口みたいなのできないんだけど、カッパ口それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。